エイコーンはアーカミです。エイコーンアーカミですは、エイコーンコンピュータが自社製の32ビットアーム、ディスコーセプーを使った最初の汎用ホビーパソコンである。エイコーンが公式には別の名称で呼んでいても、同一アーキテクチャのコンピュータを、総称的にアーカミですと呼ぶことがある。最初の機種300と400シリーズは、1987年6月にリリースされた。 400シリーズには4つの拡張スロットがあり、300シリーズでは純正品で2スロット、サードパーティで4スロットの拡張が可能だった内蔵ハードディスクドライブ用の ST-506 コントローラがある。どちらのシリーズにもという OS、後のディスク OS、BBC ベーシック、A コーンの以前の BBC マイクロのエミュレーターが同梱されており、本体とディスプレイ、 独立したキーボードと3ボタンマウスが付属していた。どの機種にも8チャンネルステレオサウンド機能があり、画面上には256色を表示できた。当初、メモリ容量の異なる4機種、A305, A310、A410、A440 がリリースされた。その5両シリーズには、マイナーチェンジと改良を加えた機種が多数リリースされた。 アーサー OS の後継の開発が始まり、当初アーサー2と呼んでいたが、同名のハリウッド映画が公開されたため、リスク OS2 と改名した。これに対応していくつかの新機種が投入され、1989年には300シリーズが販売停止となり、エイコー・ン・ a 3000が代替として登場した400シリーズは引き続き販売された。 以前の機種は OS を格納したロムを交換することでアップグレード可能であった。A3000 は 8MHz の a r m にお使い、RAM は 1MB 搭載していた。従来機種とは異なり、A3000 の本体は一つで、アミーが500やあたり ST のようにキーボードが本体にあった。この携帯は機場が広くないと置けないという問題があるが、回路等は従来機種とほぼ同じである。 1991年 A5000 が登場した。新たに 25MHz アーム3プロセッサを搭載し、2MB から 4MB の RAM を備え、40MB か 80MB のハードディスクドライブを内蔵し、キーボードと本体は分離していた。グラフィックス能力が拡張されており、最大800-600まで表示可能である。また、アーカミデスとして、 初めて高密度のフロッピーディスクドライブを標準装したドスや当たりのディスクにも対応。A5000 はその後 33MHz の ARM3 を搭載し、4MB または 8MB の RAM と 80MB または 120MB のハードディスクを内蔵し、OS も新たな版が搭載されるようになった。A5000 では新たなディスク OS3.0 が動作した。以前と同様、 従来機種は ROM 交換でアップグレード可能とされた。しかし一部はさらなる細工が必要で ARM3 CPU も必要とした。またサードパーティーからは従来機種のグラフィックス機能を A5000 と同等にするアップグレードも提供されていた。1992年新たに ARM250 マイクロプロセッサを使った機種が登場した。 ARM250 は ARM2 にメモリコントローラとビデオコントローラを集積したチップでクロック周波数が高いため性能が向上しておりディスク OS3.10 が動作する A30X 0シリーズは A3000 と同様にキーボードが本体にあったがはるかに小型化されていた A4000 は A5000 とよく似た形状である A3010 はホビーパソコンを試行した機種で テレビをディスプレイとして接続でき、ジョイスティックポートを備えていた。A3020 は仕事や教育用途を試行し、2.5インチ HDD を内蔵し、ネットワークインタフェースソケットを備えていた。技術的には A4000 と A3020 はほぼ同じだが、HDD のサイズが異なっていて、A4000 では3.5インチ、外観がかなり異なる。 a r m 2 5 0ベースの機種はいずれも 4MB まで拡張でき A3010 は 2MB だったがサードパーティーが 4MB までの拡張を可能にした A3000 にもあった内部拡張スロットを一つ備えていた1992年 a c o ムはノート型の A4 をリリースした A5000 と同様 ARM3 プロセッサを搭載しているが 若干クロック周波数が低く抑えられており、液晶ディスプレイは640-480の解像度で15階調のグレースケール表示が可能である。外部ディスプレイポートを使えば A5000 と同じ表示が可能であった。マウスの代替となるポインティングデバイスを備えていないため、カーソルキーでマウスカーソルを操作するか、外付けマウスを接続する必要があった。後継として、 エイコー a 7000、1995年がある。名前は、アーカミデスの機種のようだが、実際にはその後継であるリスク PC、1994年に似ている。ただし、普通のリスク PC とは、形状も機能も異なる。開発されたが発売されなかった機種として、以下のものがある。1980年代末から1990年代初めに、 かけて、アーカミデスは、最も高性能なホビーパソコンの一つであった。当時アミーガやあたり ST で採用していた、MC68000 より、ずっと高性能な CPU を搭載していい。ベンチマークによると、8MHz の MC68000 は、約 1Mips だったが、8MHz の ARM には4.5から 4.8Mips であった。アーカミデスは、イギリス、 アイルランド、オーストリアでの教育市場で高いシェアを占めた。イギリスでの教育分野での成功は BBC マイクロの後継であったためとスーパーマーケットのチェーンであるテスコがエイコーンと共同で学校へのコンピュータ導入を推進したためである。しかし、教育分野以外では日市場以外ほとんど成功せず全体として見ればマイナーなコンピュータであった。 アーカミデスが採用された日中市場としては、ラジオ局、医療関係、鉄道駅管理、音楽制作などがあった。アーカミデスが学校でよく採用された背景には、アミーガやあたり ST では、児童がゲームソフトを持ち込んで遊ぶ懸念があったためとも言われている。1990年代初め、イギリスの教育市場もアーカミデスから他に移行していった。 マッキントッシュや PC、AT5 換気が高性能化し、アーカミデスの市場を侵食していったのである。テスコもエイコーン以外のコンピュータ業者とも提携するようになり、そのこともアーカミデスのシェア低下の一因となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。